ちゃん、皆様改めまして今日はどうもありがとうございます。よろしくお願いします。こちら Google Pixel 8 Pro の、いろんな、進化した AI のカメラといったものを体験していただけるコーナーになっております。今回の Pixel 8 Pro、 Google の AI の技術の進化というのがこうギュッと詰め合わさったスマートフォンに仕上がっているかと思います。 Pixel 7 Pro のタイミングでは消しゴムマジック、ボケ補正といったこう修正技術というところに AI を活用させていただきました。今回の Pixel 8 Pro に関しては写真、動画、音声、こういったところに AI 技術を使うことによって新たなカメラ体験というのを皆さんに体験していただけるようになっているかと思います。こちらのお部屋では、まずこちらで先ほどもプレゼンテーションにあった消しゴム、音声消しゴムマジック、後ろではベストテイクのデモをしていただけます。後ろの方では Pixel 8、8 Pro それぞれの性能の比較を体感していただけるようになっております。まず最初に私たちの方でそれぞれのエリアの説明をさせていただいてから皆様に回っていただければと思っています。ではまず早速、音声消しゴムマジックのデモをさせていただきます。はい、皆様改めまして本日はありがとうございます。こちらでは音声消しゴムマジックのデモンストレーションを体験いただけます。大切な瞬間を捉えた動画みたいなものに雑音だったり音がかぶさってしまったものっていうのを Pixel 8、Pixel 8 Pro があれば、その雑音を取り除いて良い状態で残すというような編集ができます。では早速、こちらではいくつかのシチュエーションの動画を収録しているんですけれども、演奏の動画でデモンストレーションをさせていただきます。街中で弾いているチェロの演奏に、この動画では子どもの声、わーわーっていう子どもの声だったり、クラクションの音が重なった動画になっています。こちらの雑音というのを取り除いていこうと思います。音声の部分、音声消しゴムマジックという新しい機能が登場しております。こちら AI によって動画内の、音質を、検出します。で、音楽の音、チェロの音と周囲の人っていう形でかぶさった声の音、あとはノイズっていうような、カテゴリーでこの時の動画は、音を検出しています。で、こちらで、クラクションの音が聞こえなくなっていくっていうような、少し分かりにくいので音楽自体の音を例えば消してしまうというような形が一番分かりやすい、まあやらないかもしれないですけれど、一番分かりやすくなってます。この自動っていうものを押すと最適な形で自動で一番撮りたかった音っていうのを生かすような調整っていうのも行うことができます。はい、こちらいくつか、すいません、いくつかのシチュエーションでプリインストールされてますので、ご自分で音を重ねて収録していただくこともできますし、後ほどぜひ体験してみてください。はい、続いてあちらではベストテイクのデモンストレーションさせていただきます。はい、続きましてはこちらでベストテイクをご紹介させていただきます。はい、ちょっとこの画面を見ますので、もう皆さんちょっと後ろの方が見やすい、後ろにちょっと行っていただいた方が見やすいかもしれない。はい、皆さんちょっと友人と旅行に行ったり遊びに行ったりする際にこういった形でですね、集合写真などを撮ることもあるかと思います。その際にみんなが満足する写真を撮ることはかなり難しいことがあるかもしれませんが、ベストテイクならそういったものを作ることができます。本日はですね、モデルさんにちょっとキャンプに来ていただいてますので、ちょっと楽しそうな写真を撮っていただこうと思います。はい、ではお願いします。はい、じゃあ集合写真いきますね。カメラ線でいきます。はい、チーズ。さあ、ポーズ変えて、はい、あ、フリーだ、あ、視線がずれてしまったラストカメラ、はい、いくよ、 OK、 はい、はい、ありがとうございますはい、では撮った写真を確認してみますと、
ちょっとこういった形ですね、左下の方が半目になってしまっているものもあれば、ちょっと右の方に視線がそれてしまうのもあるかもしれません。で、今回ちょっとこちらを使っていこうと思います。はい、ツールの中のベストテイクを使用すると、はい、こういった形ですね、似ているショットの中から組み合わせ最高の1枚を作ることができます。元の写真がこういった形なんですけども、左下の方を見ていくとこういった形ですね。ここ、はい、ちょっと横のものもあれば、これがいい笑顔ですね。はい、こういった形で組み合わせて最高の1枚を作ることができます。はい、こういった形ですね、簡単に最高の1枚を作ることができるのがベストテイクという機能になります。